後進位、約1506年から1567年頃は、中層の治世中に、松戸で活躍した立志朝鮮で最も有名な紀伊さん。儀名は赤月。波外れた美貌と、迅速な基地、軍を抜いた知性により有名であった。その人生は、映画、テレビドラマ、オペラ、及び多くの小説の題材となり、神話的にさえなった。女系徳、牧園幕府ともに、 松と散絶と言われる。母親の英才教育を受け、7歳で難しい漢字を覚え始め、9歳になると自ら漢詩を作るようになったと言われている。ある日、一人の青年が更進医に恋をしてしまうが、身分の違いから叶かなわないことを悟り自殺する。その青年の遺体を棺に入れて、墓場まで台車で運ぶ際に、 高心医の家の前で止まった。それを聞いた、高心医は、自分の服を棺にかけると、動かなかった棺が動き始めたという。この出来事が契機となって、高心医はキーさんになったと言われている。死を予感するようになると、自分のような女性が出ないように、自分が死んだら、死体を棺に入れず、アリアトンビの餌にして、女性たちの今しめとするようにと遺言したと言われている。 今日わずかな事情と原古との断片のみしか存在しないが、それらには詩と音楽をアレンジする熟練した技能が示されている。彼女の時調べにはしばしば松との山水の美、有名な満月台と木縁幕府が描写されている。他にほのめかされているのは、彼女の失われた恋人に関する悲劇である。 いくつかは多くの有名な古典的な漢詩や文学へのオマージュとなっており、それらの大部分には失恋に関する考察がある。20世紀後半になって、後進意の物語は朝鮮半島南北から注目され始めた。その人生はフィクション、映画、およびオペラなどのメディアにより取り上げられた。小説では北朝鮮の作家本、順による年のものがあり、 それは韓国で賞を受賞した最初の北朝鮮の小説となった。他に韓国の作家チョン・ヨン・リンによる2004年の小説はベストセラーとなった。2006年後半に KBS はハジオンを主演とするテレビドラマファン・ジニを放映した。そして、ソン・ヘギョを主演とする映画ファン・ジニ映画版が2007年6月6日に公開された。 ありがとうございます。